1> 第1ゴラニ不評旅団は、イスラエル国防軍の北部方面軍第36機構士団に所属する不評化の旅団である。武装集団ハガナーの一個旅団として誕生し、その後国防軍に編入された。ゴラニ旅団は、イスラエル独立以前のユダヤ人武装組織ハガナーの野戦下に設立された北部担当の地域旅団レバノニ旅団を起源とする。 レバノニ旅団は1948年2月28日に北東地区を担当する第1ゴラニ旅団と北西地区を担当する第2カルメリ旅団の2つの旅団に分割された。編成時には第11アロン大隊、第12バラク大隊、第13ギデオン大隊、第14ドロール大隊、第15ゴレン大隊の5個大隊が編成された。その後、ゴラ旅団は イスラエル国防軍の主要な軍事作戦にほぼすべて参加している。1948年のパレスチナ内戦で反イスラエル組織フェダインと戦ったのをはじめとして、イスラエルが直面した数多くの戦争の戦法に投入されたほか、エンテベ空港奇襲作戦にてハイジャック犯及びウガンダ軍との交戦に参加した。ありがとうございます。